新種、新種。すみません、今は手術中で中には入れません。外でお待ちください。再び目にして確信できた。あのチョコボは特別な存在だ。伝説の種というだけでなく、私の過去につながっていて、共に戦った。オーディンみたいな。こっちに来てくれ。やったら。よかった。ライトさん、例のチョコボはどうします？様子を確かめなくていいんでしょうか？助かるんだな。峠は越えた、うん、だがこのままじゃ死んじまう。治療したんだろう。落ち着け、傷口はきれいに塞いどる。そうか。あとは栄養さえ取れば回復するじゃろう。だが見ての通り、餌を口にせんのじゃ。そんなに弱っているのか？違う、こいつ自身の意志でガンとして拒んでおるんじゃ。その目で言うておるよ。人間なんぞに頼ってたまるかとな。誇り高いチョコボなんじゃろうな。意地を張って死ぬ気か？こやつの誇り高さ、間違いなくバルハラの天使じゃ。天使は主と認めた者に従うという。お前さんに資格があれば言うことを聞くかもしれん。お前さんの手で餌をやってみろ。よし。ライトさん、他に手はありません。これでいいのか？どうやらお前さんを主と認めたようじゃな。栄養さえ取らせれば順調に回復するじゃろう。ただしお前さんが世話を続ければの話じゃがな。他の人間に懐かんのではそれしか方法がない。世話すれば傷は癒えるんだな。おおとも。怪我が治れば伝説の通りお前さんを乗せてカオスのもとへ導くじゃろう。回復のためには一にも二にも需要競争じゃ。栄養を取らせてやらないとな。うん。どんな餌を与えればいい？ギサールの野菜にミルク、それから需要薬をバランスよく与えることじゃな。村の連中に頼めば分けてもらえるじゃろう。よし。やはり伝説は本当じゃったか。わしが聞いたあの声の通りじゃ。あんたも少女の声を聞いたんだな。ああ、100年ほど前にの。あの頃のわしは愚かな望みを持っとった。白いチョコボの発見者として名を成したいなどとな。それでたった一人の娘を連れ回してはバルハラの天使の行方を追い求めておった。そしてついに本物のあいつにお目にかかった。あいつを見つけたのはその時が初めてでの。わしらは焦ってしもうた。娘は崖から足を踏み外して
カオスだまりに飲まれたんじゃ。気の毒に。わしのようなバカ親を持ったせいでな、娘の姿は闇に消え、同時に絶えなる乙女の声がわしの脳裏に響きおった。定めに従いて純白の成長を再び見出せ、天使の選びし主の助けとなれとな。亡くなった娘さんが言い残したのか。いや、初めて聞く声じゃった。だが確かにわしはあれを娘の遺言のように思うておるよ。信じたいんじゃよ。娘はわしに使命を教えるために死んでいったのだと。じゃからこれからもお前さんの手伝いをさせてくれるかの。わかった。これからも力になってほしい。チョコボ、解放に向かっているようで一安心です。ここの人たちはお互い助け合って生きています。みんな親切にしてくれると思いますよ。とはいえまだ全開まで勝ってくかい。なんだ、特にないんじゃない。それでも面倒を見るしかないな。いやー、まったく驚いたよ、うん、ギサール先生を出し抜いて純白のチョコボを捕まえちゃうなんて。出し抜いた？私が捕らえたのが不満か。ごめん、言い方が悪かった。あのね、先生は何もかも投げ打ってバルハラの天使を追っかけてきた人なんだ。100年以上もね。なのに私が捕まえてしまった。横取りといえばそうなるな。結果的にはそうだけど、治療の役に立てたことは喜んでると思うよ。先生だけじゃない、村のみんながチョコボを助けたいと思ってる。こう見えても僕は村の世話役なんだ。わからないことがあったら僕に何でも聞いてよ。乗り物にするわけですね。伝説の通り。ちょっとそこ、野菜を踏んじゃダメよ。すまない、不注意だった。責めてんじゃないわ。やらかす前に注意しただけよ。ちょうどギサールの野菜を植えたとこだからね。確かチョコボの主食だったな。そう、ここの名産だよ。私はサララ、パパじゃなくて親父とここの農園をやってんの。よろしくね。ギサールの野菜、あの白い子に食べさせてあげて。ここで取れるんだけど今は親父がいなくてさ、それが最後の一房。とりあえずだけど受け取って。よし。女神の神殿に眠るという大いなるカオスのもとへ。主に世話を焼かせ。少し食べろ。どうじゃ、おせっかいな連中ばかりで驚いたか。ああ、本当に親切な土地柄なんだな。ウィルダネスではどの村もこんなもんじゃの。こんな辺境で一人で生きていくことはできん。誰かに親切にしてもらった分自分も世話を焼く、それだけのことじゃ。しつけというかお仕置きですか。さて次は何から手をつけましょう。おお、あんたか。例の白いチョコボ無事だったみたいだな。あの時は世話になったな。すぐに先生を連れてきてくれて助かった。よせよ、当たり前のことだ。ああそうだ、よかったらこれ使ってくれ。よし。これを飲め。珍しいチョコボとは言うが、やはり食うものは同じじゃの。霞を食って生きとるわけじゃなさそうだ。相変わらず私以外のものからは餌を受け取らないか。その点は変わらずじゃね。こやつの母親になったつもりで最後まで面倒を見てやれ。私に親が務まるかな。
ウィルダネスの夜は。あの子は大丈夫。